アザジラクチンは、リモノイドに分類される、天然有機化合物である。インド戦乱ンン、アゼイダークタインディカの木の種子に含まれている二次、代謝産物。アザジラクチンは、高度に酸化されたテトラノルトリテルペノイドであり、エノールエーテルやアセタール、ヘミアセタール、四チカンオキシラン、カルボン酸エステルなど多くの酸素間納期を有する。アザジラクチンは、 アザジラクチンは2級及び3級、ヒドルキシル元とテトラヒドロフランエーテル16個の不正中心を有しており、そのうち7個は4置換という複雑な分子構造を有しているため、1968年に化合物が単離されてから長い間科学的な合成の報告がなかった。アザジラクチンの最初の全合成は2007年にスティーブン・ V レイにより達成された。 アザジラクチンは、はじめは、砂漠飛びバッタに対して、接触阻害活性を示す物質として発見され、現在は200種類以上の昆虫に効果があることが知られている。主に接触阻害剤、成長拡乱物質として採用し、昆虫に対して、顕著な毒性を有する。アザジラクチンは、天然殺虫剤として、合成化合物にとって変わるのに必要な基準の、 多くを満たしている。アザジラクチンは生分解性であり、哺乳類に対する毒性は非常に低い。本化合物はインドセンダンの木の種子に重量比0.2から0.8%ほど含まれている。インドセンダンの種子や葉、樹皮からは多くのアザジラクチン関連化合物が単理されており、それらもまた様々な害虫に対して強力な生理活性を示す。 これらの調整された物質の有益な接触動物に対する効果は一般的にごく小さいと考えられている。いくつかの実験室やフィールド研究によってインド戦団抽出物が生物駆除に適応できることが明らかにされている。ピュアなニームオイルはアザジラクチンの他にも殺虫、殺菌成分を含むため殺虫剤として使用する際には一般的に1オンス。 ガロンの濃度で水と混合する。アザジラクチンは複雑な生合成経路で作られるが、ニームのトリテルペノイド二次代謝産物の旋舞体は、ステロイドのチルカロールであると考えられている。チルカロールは、二分子のファルネシルにン酸から C30 トリテルペンが合成され、次に三つのメチル元を失い、C27 ステロイドになることで合成される。チルカロールはアリルを受け、 ブチロスペルモールとなり、続いて、酸化を受ける。酸化された、ブチロスペルモールは、ワーグナーメイアイン1にメチル転移により、アポチルカロールとなる。アポチルカロールは、即サマタンの炭素原子4つが切断され、テトラノルトリテルペノイドとなる。即サの残りの炭素は炭化により、フランカンを形成し、さらに酸化され、アザジロンおよびアザジラジオンとなる。 次に、ステロイドにおける C 管が開管し酸化されることで、ニンビニやニンビジニン、サラニンなどの C セコリモノイドとなる。これらは L イソロイシン由来のチグリン酸とエステルを形成する。現在はアザジロンからサラニンが合成され、続いてコードに参加、管化されることでアザジラクチンが生合成される経路が提唱されている。ありがとうございます。